もちろんチェック済みですよ。皆さん楽しんでくれたみたいで嬉しいです。かすみさんのファンクラブイベント、私も楽しかったです。えへへ、しおこもかすみの可愛さが分かった？ええ、ステージの上のかすみさんはキラキラしてます。もっと褒めて先輩も。かすみさん、矯正は目だよ。ダメ、矯正じゃないもん。ねえしおこ、先輩もそうですよね。ファンクラブイベントというのはいろいろと自由なんですね。みんなでシャボン玉を吹こうなんて遊びもできてしまうなんて。司会進行がいて、スクールアイドルはファンの皆さんの質問とかに答えてとか、そういうのを想像していました。そうだよ、私は花丸さんに脚本作りを協力してもらって、今度朗読会をするんだ。私はオンラインファンイベント、 VR でりなちゃんワールドを歩けるようにする。あー、楽しそうです。私もぜひ参加させてください。え、私がですか？私は正直想像したこともなくて。そうですね、興味はあります。でも私にできることは何でしょう。はい、一緒に宿題使用会を開いて、わからないとこ聞きたいな。そういうのは得意です。もうかすみさん、宿題は自分の力で解かないとね、だよ。だっていいんですよ、しずくさん、私頼りにされるのは好きです。そういうファンクラブがあってもいいのかもしれませんね。これですか？もし私がファンクラブを作ったら、どんなことがしてみたいかを書き出そうと思いまして。恥ずかしながらまだ何も書けていないんです。私にはどんなことができるのか、何がしたいのか、うまく言葉にできなくて。日舞とお花、お茶ですね。そうですね、あまり考えたことがありませんでした。好きでしていることですが、誰かに見せたいというよりは自分を高めるつもりでやっていることなので。ボランティアの方が難しいかもしれませんね。同好会の皆さんのことは気軽に誘ってしまいましたが、よく考えると軽率でした。ボランティアというのは多少なりとも責任がつきまとうものです。それを安易に誰かに負わせるのは無責任ですよね。
あ、すみません。ぐずぐずと言い訳ばかり。以前、どんなスクールアイドルになりたいか、どんな歌を歌いたいのかと聞かれた時から変わってませんね。漠然とした、やりたいというふわふわしたものしかなくて。ですが、ここで皆さんと共に活動をしていて、何一つ成長していないなんて思いません。私にだって成長したところがあるはずです。だから、もっとしっかり考えてみますね。今まさにお手伝いしてもらってますよ。なんだか弱音を吐いたらすっきりしました。でもこのことは皆さんには内緒にしていてくださいね。そんなことさせられません。少しは休んでください。会長、私たちももうすぐ終わります。だからもう同好会の方に行っても大丈夫ですよ。ありがとうございます、宇月さん、さつきさん。そうだ、お二人に聞いてほしいことがあるのですが。何ですか？実は、ファンクラブに興味を持っていまして。お二人は、もし私がファンクラブを作るとしたら。会長のファンクラブができるんですか？すごいすごい！いえ、まだ作ると決めたわけではなくて。ついにこの時が来たというところですね。私、前々から会長のファンクラブがあったらいいのにと思っていたんです。会長の素晴らしさが広く知られることも大事ですが、深く掘り下げられる場所も欲しいですから。掘り下げられる場所ですか？なるほど。ファンクラブができたら絶対入りますけど、会員番号が1じゃなかったら泣いちゃいます。え？私が一番のファンだって思えないのは困る。そういう見方もあるのですね。でもファンクラブでしか見られない会長は見たいでしょ、さつき。そりゃもちろん。でも複雑なんだよ。うずきは平気なの？私は会長の良さをみんなで分かち合いたいわ。私は独り占めしたい。あのまだ決めたわけではありませんから、喧嘩は。黙っててください、会長。はい。さつきは強量です。より大きく羽ばたく会長が見たくはないのですか？見たいよ。会長にはそうなってほしいと思うけど、寂しいと思っちゃうのも安心になの。そうですね、お任せください。私が。あ、はい、どうぞ。
はい、また何かあったらいつでもいらしてください。ん？こういうこととは？最近会長に相談しに来る方が多いんですよね、さつき。うん、あ、そういえば図書委員の子も相談したいことがあるって言ってたな。ああ、司書と教員の資格を取りたいと言っていた方ですね。そうです、そうです。そんな大げさなものではありませんよ。いえ、会長はまさしく人生を導いていると言えると思います。映画研究部の部長さんにだって。ああ、脚本を書く仕事に就きたいけど国語の成績が上がらないって言ってた。校内フィルムフェスティバルの作品から世界観をまとめ上げる適性を感じたから監督を目指してみてはどうかと。なかなか勝てないディベート部の人にも物事を分析する適性は高いからそれを活かせる道があるって言ってましたよね。その方の今までの活動を見ていれば誰でもわかりますよ。いえ、あなたが私の立場だったらきっと同じようにしていると思います。それより今日は皆さんもう帰りましょう。もうすぐ下校時刻ですよ。そんな特別なことではありません。それどころか私のしていることはおせっかいなのではないでしょうか。本人が本当に言ってほしかったことを言えているかは分かりませんから。選択肢ですか。そう思ってもらえているのなら私は成長できたということです。あ、わかったかもしれません。私がしたいこと。はい、私いつも応援してくださる皆さんにお返しがしたいんです。皆さんの悩みを聞いて一緒に考えたいです。やっぱりちょっと硬いかもしれませんが、これが私のやりたいことです。やりたいことが決まったのでかすみさんたちにも報告しようと思います。皆さんのような素敵なファンクラブにしたいです。しおりこさんのファンクラブ楽しみだな。何か手伝えることがあったら言ってね。
ありがとうございます、しずくさん、りなさん。おはようございます。かすみんのクラスの子が大変なんです。今まで話を聞いてたんですけど、どうしたらいいかわからなくて。将来パティシエになりたいから大学には行かないで海外留学したいらしいんです。それで親と喧嘩しちゃったって。言葉もわからないのに行ってどうするのって言われたけど、どうしても行きたいから家出しちゃうって言ってるんですよ。家で？それは良くないよ。言葉わからないまま行くのも心配。語学学校に行きながら働くという支援制度があるんです。もちろんある程度は日本で基礎学習をしていく必要がありますが、もしよかったら資料を持ってきます。その方に話してあげてください。そんなやり方あるんだ。しおこ、資料お願いしてもいい？かすみん、ちょっと友達に電話してくる。同じような相談を受けたことがあって、たまたま知っていただけですよ。それでもすごい頼りになる。しおりこさんのファンクラブ、ますます期待しちゃうね。ファンクラブ、やっぱり必要ないです。今気づいたんです。私は誰かの背中を押せたと思えた時に幸せを感じます。でもその誰かは私を応援してくれている人だけではないんです。自分の周り、この学園の全員です。ですから今のままいろんな人の話を聞いていきたいと思います。はい、その時はあなたに頼っちゃいます。あなたのこと本当に信頼しているんです。頼らせてくださいね。